こんにちは、賃貸生崎の吉田です。本日は、奈良県桜井市大殿にございますタウンビビのですね、今回はこちら D 棟のご紹介をさせていただきます。今回見ていただくのは D 棟の1階のお部屋となっております。まずね、入り口入って、すぐ横のですね、洋室のご紹介からとなるんですけども、こちらいい感じの大きさの洋室ですね。大体6畳ぐらいの大きさで、寝室に使っていただくのが、ベターな使い方のお部屋になると思います。こちら注目のポイントはね、エアコンなんですけども、元から設置の方がされております。エアコン買っていただかなくてもね、十分元からついているのでかなりお得ですね。こちらのお部屋には両隅に収納がこのように2つございます。本当にね、寝室として使っていただいて、クローゼットあるっていうのは非常に便利だと思います。こちら玄関なんですけどもね、玄関このようにセンサーのライトで光るようになっております。玄関もおしゃれですね。しっかり下駄箱ももちろんあって非常にいい感じです。こちらが水回りになりまして、まず入って正面がシャンプードレッサーですね。はい、お隣が洗濯機置き場です。はい、こちら奥がお風呂場となっておりまして、お風呂の方は浴室乾燥がついているタイプとなっております。もちろんね、追い焚きもできますよ。はい、お風呂場を出ますと、通路沿いにこのようにおトイレ設置しております。トイレはね、ウォシュレットの方もちゃんとついております。はい、はい、こちらリビングなんですけども、非常にいい感じのリビングですね。こちらリビング部分が大体そうですね、11畳弱ほどかなという大きさになると思います。こちらにはね、このように専用庭がついておりまして、こちらの専用庭は南向きとなっております。はい、こちらね、カウンターキッチンになってるんですけども、キッチンのこの裏側のね、部分も収納になってて、とても使い勝手いいですね。キッチン内部も非常に機能的に作られております。こういったね、よいしょ、キッチン下の収納はもちろんなんですけども、よいしょ、上にももちろんこのように収納が取ってありますので、とても使い勝手いいですね。洗い場のね、方も非常に大きいですし、調理台の方もたっぷり取っております。ガスレンジ置き場もしっかりございますし、レンジフード付きのね、こういった換気扇もしっかりついております。ポイントのね、高いのはこの窓なんですよね。こういうところに窓があると換気するのにすごく便利ですね。はい、それでは、キッチンから出ますと、この場所に給湯器のリモコンと、こちら、モニターホンですね。カラーのモニターホンがついております。リビング横の洋室になります。こちらの洋室には、このように収納が2つ、クローゼットと収納タイプのものが2つついております。こちらのね、最後になるんですけども、おすすめのポイントとしまして、これ見えますかね、エアコン2個並んでますね。こちらの洋室と、こちらのリビングと。要するにこちらのタウンビビはね、すべてのお部屋にエアコンがついているということになります。一番最初のお部屋にも、洋室にもエアコンついておりましたし、リビング、こちらの洋室にもエアコンついておりますので、非常に買っていただかなくてもいいというところで、おすすめのポイントになると思います。こちらの物件のですね、詳細の方を私ども賃貸のまさきのホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。